今日はボジョレ・ヌーボーをちょっとお楽しみいただくことになりますけれども、はい、こちらの銘柄がですね、シャトー・ド・ネルベールといいまして、今年初めて、ボジョレ・ヌーボーにトライした、なんと100年以上続くボジョレの蔵元から日本のアマゾンだけに作ってきた銘柄なんですね。なので今日初めて飲む方が世界で初めて飲まれるシャトー・ド・ネルベールのヌーボーということになります。はい、で、もちろんヌーボーなので新酒という意味ですけれども、まあ、書いてあります通りボジョレーのビラージュ、ビレージですね、村のブドウだけを集めた。ただしですね、このシャトー・ド・ネルベールの場合は自分の畑だけのブドウ、つまり大手さんとかちょっとたくさんもっといっぱいいっぱい作ってるメーカーさんもあるんですけれども、買ってくるとか広すぎてブドウの管理がわからないけど集めて作ってしまう場合もあるんですね。ただこの方は自分の目が行き届く自分だけの畑のもので作りましたので、ブドウの素性もすごくまともというか管理されたところから、材料を仕入れてます。まあ、その点とても内容的にも期待度が高いということですね。で、ガメというブドウになるわけですが、ここにある通り2016年、この年は、そうですね、今までボジョレ・ヌーボーは何回かお飲みになられてますか？はい、あ、はい、例えばですけど去年がですね、生産者のコメント、黒いフルーツ、黒いベリーフルーツのような風味がしたのが去年と。で、今年はそれに比べると赤いベリーフルーツの風味がするっていう風に聞いてますので、ちょっと去年とまた少しスタイルが変わったワインが出来上がってるはずです。はい、これをぜひ今飲んでいただいてお楽しみいただきたいと思います。はい、それではちょっとこちらの方抜いてみますね。これの方、ソムリエナイフなどはもちろんお自宅でご用意されててお抜きになったりすることもございますね。そうですね、はい、はい、キャップシールはちょっとこう下の段を切っていただいて、こう筋を入れて剥くと割と早く剥けます。持ってるけどそんな綺麗に剥けたくない。そうなんですか。ここを思いっきり刃を立てて、しっかりガラス瓶に向かって当てていただくといいですね。はい、こうグッと線を引くっていう感じで、はい、でまあこれ、はい、そうなんです。で歯はそんなに怖くないので、手は切りませんので、注意していただければ大丈夫と思います。はい、で、まあ、コルクにスクリューを当てまして抜きます。まあ、この時もちょっと、この最初に差し込む時のコツがあるんですが、なるべく真ん中に行くように、最初は注意深く、針金の尖ったところを刺していただくというのが、一つポイントですね。はい、やりすぎて、なんかコルクのカスが入っちゃったりとか、あ、それもたまにありますよね。それはやりすぎなんですかね。コルクの、そうですね、長さが外側のこのシールがあって見えないので、最初は入ってしまったりすることも多いと思いますけど、そんなに気になさらずに。コルクはもともとワインに接してますので、害のあるものではそんなないですね。コルクカシという木の、あの皮の表面をくり抜いたものがこの付箋になってます。はい、それでこれはテコの原理でこう上に持ち上げるようにして抜くわけですね、というふうに、抜きました。それで今日はこちらの少し、コルクを抜きましたので、まずコルクはこのようにその液面が接しているので色が少し変わってますね。これはあのワインに含まれている皮の色素が染みついた色ですので問題ないです。それとただよくレストランとかでやるのはソムリエの方がこうやってコルクの香りを嗅ぎますけれども、コルク自体にカビがついていたりして異臭がしないかどうか確認してるんですね。もしカビがついているとカビの匂いがワインに溶け込んでしまっている場合があるので、それの確認をしてます。はい、ですのでこれを嗅いだことは非常に健康かどうか、まずコルクの状態を確認できた、問題ないということで。ワイン自体の匂いじゃないんですね。そうですね、まずコルクが健康なコルク、健全なコルクだったかどうかを見てます。それで、はい、大体あの女性を持ち上げるというか女性を大切にあのサービスさせていただくので、まず男性の方ですよね。あの男性の方はちょっとこうホストの側ということにさせていただくと、はい、まずお味を見ていただきますね。はい、ちょっとですけど、
香りの立ち方だとか、はい、味わいも少し口に含んでいただいて、問題なければそのままどうぞって感じで進めていただけますか。どうぞどうぞ。大丈夫ですか。美味しいです。はい、ありがとうございます。それではお待たせしました、はい、女性のお客様にも、はい、大丈夫ですね。非常に綺麗な色合いしてますよね。泡立ちがね、紫色っぽく見えますね。これは皮の色の色素が溶け込んだ色合いになります。はい、どうぞお召し上がりください。うまうん、美味しいです。美味しいです、はい、ちょっとその先ほど申し上げた赤いベリーフルーツの感じっていうのは、香りですとか口に含んだ時の味わいがこう口の中で広がった時の感覚、そういうのを少し意識してお飲みになっていただくと、ワインがより一層美味しく感じられますね。なんかラズベリーとかそういう系の赤いベリーの感じですよね。そうですね、はい、すごいなんかフレッシュな感じ。あ、そういうところを感じていただくといいですね。フレッシュなところはまさしくヌーボー、特別な作り方をしてます。普通の赤ワインとは作りが違うので。あ、そうなんですか、はい。9月の下旬に今年は収穫、9月の第4週に収穫されて、仕込まれて1ヶ月程度でもうワインになる特殊な方法なんですね。普通の赤ワインなんだ。そうなんです、そうなんです。へえ、もっと時間があるんだと思ってました。あ、はい、日本に輸送されることの前の段階を考えると1ヶ月程度で出来上がるような特別な方法で作るんですが、マセラシオンカルボニックといって炭酸ガスを充填したタンクの中に房は潰さないでそのままブドウを置いておくんですね。へえ。そうするとそのタンクの中で皮が崩れていく時に、皮の表面が緩くというかこう柔らかくなって崩れていくときに、色素膜が破れて色が溶け出すんですね。その溶け出した状態をジュースに移すという感じなので、皮の渋みが溶け込んでいない、うん、色だけなんですね。だからなんだ。そうなんです。だから全然渋くないじゃん。そうね。それは感じていただければよかったですね。そうなんです。知らなかった。渋くないですね。うん、なんか全然赤ワイン特有のなんか渋さが全くないですよね。あ、そうですね。高いもんな。その飲んでいただいて感じていただいた時にその渋みがないということで、もしよろしければ昼間飲んだりするときにちょっと冷やしていただいて、冷たくしても渋みがない分すごくジューシーで美味しく飲めますね。またちょっと違うつまみ類と楽しんでいただけると思います。今日はこういうものとちょっと塩気のあるものと、ゆっくりお召し上がりいただくっていうのもいいですね。確かに。おいしい。よかったです。そっか、それで渋みがないんですね。そうですね。本当に解決しました。あ、よかった。なんか赤ワインって結構樽のなんか匂いがしたりとか、はいはい、すごく好きなんですけど、なんかそれとは全然違って、この飲みやすいですよね、フレッシュだと。そうですね。なんかそのジュースっぽい感覚が残ってるけれども、ちゃんとアルコール分が入っていて、なので口当たり、喉越しがすごくいいですね。でもアルコール度はちゃんと 12%、12.5% かな。喉越しがいい。その言葉ずっと探してた。本当に変な意味じゃなくジュースみたいですよね。そうなんですよね。はい、なんか本当すっとスッと入ってくるんですよね。先ほど言われてた通り、その樽の香りとか、もっと複雑な重い、たくさんの要素を持った香りがするワインっていうのは、やっぱり皮と種を漬け込んで、しっかりその皮と種のエキス分も、ジュースの部分に発酵の時に使って作るので、複雑なものがいっぱい入ってる、詰まってると思っていただいて、あとは樽を使って熟成させるということもするので、そういうワインはもっともっと複雑なものをしていくわけですね。でも1年の中で今しか飲めないんですよね、こういうボジレヌーボー。そうですね、1年に一度の収穫を祝う、そうですよね、ものでもあります。で、ヌーボーですね、飛行機で持ってくるので、ちょっと揺れてきてます。
それでもし余裕があれば少し置いておいて、年越しあるいはニューイヤーに置いておいてから飲んでいただいても、少しゆっくりワインが静かに寝た状態に戻って味の広がりが変わるんですよね。皆さん1週間ぐらいしか飲めないようなものとちょっと思ってられる方も多いんですけど、まあお祝いの意味では今年の新酒をぜひ早く飲みいただいて、味を確かめる意味では少しゆっくり置いといてから飲んでいただくのも今年のヌーボーの味がよく出てきます。なんかうちみたいな一般家庭だと、あのワインセラーみたいな保管庫とか全然ないんですけど、あの保管ってどういう風にすればいいんですか？そうですね、暖かいお部屋は避けていただくのがまず必須ですね、特にあの日当たりのいいお部屋で留守にしている時にお部屋の温度がすごく上がってしまうようなところは避けていただいて、気温の変化が少ないところに置くのが一番です。じゃあ北の部屋とかですかね。そうですね、それとあのお部屋が乾燥しましてると、こういったのコルクの線っていうのはつまり木の肌なので、ここに隙間が空いてしまって、ここの隙間から水分が抜けていってしまうということになってしまうんです。なので本当はあの長く貯蔵する場合は湿度も注意しないといけないんですね。なので、まあ、セラーをお持ちでなかったら真夏が来る前には例えば飲んでいただくくらいにしていただくとか、涼しいところでなるべく温度変化の少ない状態で保存していただくのがいいと思います。半年あったら飲んじゃうと思います。そうですよね。きっとそのくらいで飲んでいただけるといいと思います。そうなんですね、はい、じゃあ冷蔵庫とかっていうよりかは、はい、なんか温度変化の少ない北の寒さとか、そうですね、はい、あと光が当たらないところ、紫外線の影響も、例えばこういうクリアなボトルだと紫外線が入ってしまって、液体に変化を起こしやすくなってしまうので暗くて温度が一定な涼しいところ、振動のないところもいいですね。そうなんだ。そうですね、5400本しか今年できなかった1本です。そんなに少ないんですか？そうなんですね。そうなんだ。何万本とか全然積んなかったじゃなくて5400本しかないです。なんかすごい大量に作ってるんだと思ってたんですけど。そうかもしれませんね。ものすごく宣伝がね、たくさん日本には行き届いてますので、すごくたくさん輸入されてる感じです。これはもう本当に初めて作られた。そうなんだ、はい、そんな希少なワインだったなんて知らなかったです。今日は飲んでいただけてよかったです。教えてもらってよかったです。ありがとうございます。なので、もうご注文いただいてありがとうございました。そうなんだ。書いてましたね、それが。1200本って。そうですね。ね。希少さが分かると予定なんか多い。